ここは高松市香川町浅野地区にある新池というため池です。この浅野地区に氷華祭りという変わった祭りがあります。祭りは浅野地区集落研修センターから新池までの約2キロを氷華ながら練り歩く信仰が見ものとなっています。祭りに使われるユニークな神具が並びます。行列に使われる神具はすべて手作りで、農作物や家庭用品を中心としたもので整えられています。これはみこし、これはあらまあ、これはシュロで作られた神馬のようです。信仰に先立ち、土地の民謡や踊りが披露されます。友佐侍となる人々の衣装がこれまたユニーク。紙の袋を利用した紙霜、里芋の茎で作った刀、芋の葉っぱの傘、顔はいたずら書きのようなペインティング、何をとってもどれをとっても面白くて滑稽です。これは面白おかしく氷華る祭りのようですね。ちょっと何でもこんな役になっとんの。おいで、さて進行行列が始まったようです。新池に向けて2キロを文字通り氷華ながら練り歩くのです。見物人もカメラマンもごったになって進みます。子どもたちが先頭を切って氷華ながら進んでいきます。
顔が乱れる。顔が乱れる。全体を涼しにして。背中がかけてる。ああ、ちょっと。これは、やっこと言われる人たちで、手やりを投げ合います。よろしくお願いします。投げるか、投げようぜ。やってきました。これが神輿です。神輿は元気な若者が担ぎ、羽目を外して暴れまくります。ミキさん！ピン取って。じゃあ、もっと、どこ行く？もっと入ろう。もっと上げて、危ない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 分かりません。ちょっと待って、テレビチャンス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 、せーの、うらっしゃい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 。いや、どうもプレイヤーユダ この表現祭りは江戸時代に水不足解消のため新池を築造した矢野部平六の徳を忍び、水の恵みに感謝し豊作を祝う行事として始められた祭りだということです。少し照れながらの表現ですが、表げれば表げるほど祭りは盛り上がるようです。突如として獅子舞も始まりました。ビール飲んだらまだやります。暴れみこしが突っ込んできました。新芽も見物人と一緒に和気あいあいと進みます。かわいい巫女行列も進みます。
新芽は台車に乗ってるのね。みこしは勢い余って田んぼや畑に飛び込みます。なんかここね、門のあたりのなんか筋がつったんやけど、門筋が、門筋いった、門筋がつったじゃあ、これ、うわー、うわー、一回結構、ごめん、しょっちゃきたわ、ダンサンドみたいな。のんびりゆっくりと行列は進みます。必死になっているのはカメラマンだけでしたね。なんといってもこの暴れみこしが見ものです。羽目を外すのは若者の特権です。何よりも峠内と祭りは盛り上がりません。そうしているうちに新池に到着です。屋台も出てにぎわっています。祭主が新池に降りてきました。池の周りでは見物人が見守ります。祭主が池に矢を放ちます。今度は神輿が現れました。そのまま池に突っ込んでいくようです。こうして神輿が新池に入ったところでこの祭りは終わりとなります。これで浅野地区は豊作になることでしょう。